メガネでおしゃれは家族共通の趣味にもなるようです。お父さんはお金の高でメガネかけてましたけどね。やっぱり女性は自分に似合うかどうか。もっと柔軟でしょ。実は私スタジオライトで目が悪くなったんですよ。初めてメガネをかけた時ちょっとショックだったんですけれども、発想の転換でこれも小道具の一つって思い始めると結構楽しくなるものですよね。最初にメガネをかける時ってやっぱ複雑な心境じゃないですか。子供たちもね、勉強でメガネかけなきゃなんない。女性もそう。それから我々でもね、初めて老眼鏡をかける時ってやっぱりね複雑な気持ちなんですよね。実におりますね。でも最近ほらメガネがすごく大体3割引きなんていうのも当たり前になって手に入りやすくなりましたから、どうかな。つまりメガネって自分の目が悪いからかけるっていうふうに思うとね、なんか気が重い、それから消極的になる。しかしファッションね、楽しんで自己表現っていうことになるとね、面白くて、しかもこうなんか自分自身も積極的に生きていかれるっていう、変わりますね、ガラッと印象がね。